河瀬誠河瀬誠9月21日から1953年1月24日は日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は海軍少将、貴族院主尺議員、東京府出身、官僚河瀬正隆の三男として生まれる。1906年3月海軍機関学校を卒業し、同年12月海軍機関省委任官。 海軍水雷学校学生、海軍後期学校普通科学生、海軍大学校機関学生として、県産を積んだ。高千穂分隊長、秋分隊長、機関学校教官権幹事、倉間分隊長、千歳分隊長、第一艦隊司令部,部、県連合艦隊司令部,部などを務め、1917年12月、海軍機関調査に昇進。 父の死去に伴い1919 19年11月10日、死者を就職。1919年12月、横須賀陳述夫婦となり死費で欧米各国に留学し、1922年11月に帰国した。1922年11月20日、海軍教育本部員に就任し、以後、機関学校教官権幹事、海軍燃料省研究部長を歴任し、 1925年12月、海軍機関大佐。1931年12月1日、海軍少将と昇進し、軍令部出資を経て、1933年12月11日、対面、同月15日予備役編入となった。1939年7月14日、貴族院試着議員に選出され、研究会に所属して活動。昇降参与、 商工省委員、内閣委員などを務めた。1946年4月17日に、貴族院議員を辞職した。ありがとうございます。